2019年1月の30日朝の5時53分です。作業枠です。よろしくです。ヘッシッヘッシッヘッシッ
外出してない。してない。もしもし、はい、ちょっと待ってもらって、もう一回かけ直してもらってもいいですか。はい、なんだちょっと待って、もしもし。はい、和道です。元気です。はい。誰かわかる。ゆうこさんですよね。オッケー。はい。辛いことばっかり。和道ちゃん頑張ってね。どうしたんすか。いや、騙されてさ。誰からですか。配信したやつやね。配信者に騙されたんすか。うん。誰に騙されたの。何を騙されたんすか。お金。え、いくら。300万。うん。え、大金じゃん。うん、わざちゃん取り返せやん。誰に騙されたの。300万。
何があったの？おいが、なんかな、なんかな、わざちゃん、私の天気にさ、おあの、わざちゃんに花火とか送っとったやんか。はい。私、送れんくなったん。え？なんか、送れんくなったんな、あの花火とかさ。うん、俺にアイテム渡せなくなったってことね。うん、そうそうそう。おうおう大好きやのに。うん、あと、わざちゃんと、ソムシと、私が好きなんはな。あ、孫子と俺の放送が好きなんだ。好き。あ、トークスキルが、なんて、うまいやんか。あ、喋れる人ね。うん。そうそうそう。うん。あれはわかるやろ？わかるよ。うん。ほんでね、さ、ほんでさ、ほんで、あの、剣道っていう徳島のな、ボロッカスの人間にな、うん、足がな、300いかれたんや。ナイスだ。剣道っていう配信者？うん。うん。ふわっちの人？うん、ふわっちやっとんよ。今もな、調子乗ってな、配信やっとんや。ほうほう。うん。ほんでな、じゃあ、会社もらって、もらいたいって思ってさ。うん。ほんだら、あの、何割とかどうこう言うとんけど、うん。なんか知らんけど、みんなな、敬遠するんさ。え、ちょっと状況がわかんないんだけど、なんでさ、その、剣道っていう配信者に300万渡したの？それは、なんか、ふわっちで頑張るって言って、私、徳島やんさ。徳島なのね、うん。うん。地元が一緒だからってこと？うんうん、ここ。恋愛とか絡んでないの？絡んでない。でもさ、その、会ったこともない人にさ、300万渡すって、なんか、あの。いやいや、会ったことはあるよ。会ったことはあるんだ。うんうん。なんで300万も必要な配信やるのに、配信頑張るって300万もかかんないよ。あげ、騙されたんさ。うん、どう騙された？だけんな、まあ、見え見えやんか。え？見え。ごめんよ、今、よとるんもあるけど。うん。だけど、見え見えやんかさ。だけん、結局な、あいつをな。うん。あの、配信までやっとるけんな。うん。あしは返してもらいたいんや。お金を？うん。うん、返してもらえなよ。それって無理なんかな。ほんだらな、バドちゃんとかな。うん。孫子とかな、ひちゃんが好きな人に、あしは、自由気ままにファンタスティック投げたいんだ。うん。応援してる人に投げ、応援してる人になり、投げたいのね。そうそうそう、うん、そう、きれいにな、うん、もうほなけんど、ほんで、うん、地元民やと思ってアジが徳島に帰った時に、うん、汚いことやったんさ。汚いこと、うん、うん、金を貸せ、あの協定配信するとか言うて。ああ、お金を貸してほしいって言われたのね。うん、思ったら逃げたくっとんさ。これってどうやって、もう無理なんかな。どうなんだろう。民事不介入だから警察は。そう、お金の件。だから、うん、捕まえたら、お金は返らんよって警察に言われたんや。そうだね。うん。詐欺師やるって言うたんや。うん。だけどさ、うん、思ったら、海岸県、ほら、民事不介入やから、裁判所行けって言われたんやな。そうだね、民事裁判だね。ほらけど、ほんなんな。うん。どうやろうかと思ったよ、ひーちゃんもな。300万。ね、返さないって言ってるの、相手は。相手は、知らんとか言い持って借りてるとか言うとんよ。借りてないっていうこと言ってんの？いや、借りてるって言ってるけど、うん。ほなけど、ひーちゃんをブロックしてさ。え？誰をブロック？私をさ。ほんで、なんか配信しようけど、うん。出てこいやって思うとんさ。うん。なんで返してくんないんだろうね。うん。いや、もう完全に騙されたんじゃないの、じゃあ。あ、こういう感じ？だよね。ほたん、もう、ほんで終わり。ああ。取り返してくれたらみんなに、もうみんなに、もうぶちまけるでいいじゃん。
その人はお金今ないの？貸した。ないよ。ないんだったら、だって返せないじゃん。どうやってやったんよ。え？無理か。配信者に貸したって、その剣坊って人でしょ？いや、剣道とか言うやだよね。剣道？うん。剣道っていうふわっちの配信者に貸したんでしょ？うん。だけどさ、うん。これを返すって言うたんさ。でもお金ないから返せないって言ってんでしょ？逃げとんさ。あら、無理。なこんなのが成立すんの？成立するっていうか、どうすりゃいいんだろうね、こういう場合。取り返したらみんなに、みんな投げまくるやひーちゃん。取り返す、だから相手が金持ってるんだったら取り返せるけどさ。ほんでなんかな、大阪の人とかな、カリちゃんとかにな、カリちゃんとかさ、こび売っとんさ。だったら出てこいやと思ってな。いやだから結局お金ってあの、騙された人が損する仕組みだから結局だから配信者に金なんか貸してもダメなんだよ。間違ってるとは言わないけど、その応援したいって思ったわけなんだけど、俺はだから金のトラブル本当に多いじゃん。だから裏っ引きとかも嫌なのね。裏でお金もらうとかも絶対トラブルになるから。確かに誓約書ちゃんと書くことしかぐらいしかできないよ、家が分かるんだったら。逃げとるさ。どうないしょ。かも怖い人にお願いするかだよね。しかないよな。だと思うよ。この時はワドちゃん笑って見とって。え？笑って見とってよ。いやいや全然、俺らはその配信者がそういうことやってるっていうのを広めてさ、次の被害を減らすことはできるかもしれない。そう、そういうことだってさ。アシアだってな、こんな田舎でさ、ほんで頑張るとかって言うとったけんな。こういうん終わった、ほんで悪ごめんよ。な悪いやつだと思ってなかったんでしょ。そう。だからね、配信者に個人的に関わるべきではないよ。あの、俺配信でいつも言ってるけど、配信者と会うこともやめた方がいいし、お金とかのトラブルとか、色恋、恋愛で、妊娠したとか、いっぱいあるじゃん。もうこんなのばっかりなんだって、嘘つきばっかり。ワドちゃんはそんなことないよな。俺はだってリスナーさんとも会わないもん。会わないし、あの直振り、今日も1万円水道代止まったから1万支援するって言われたけど、断ったもん。絶対トラブルになるから。そうや。そうだからアイテムを経由したらさ、投げすぎないじゃん。そう、配信見てる分で頑張ってる分応援するねって、アイテムで応援してって、もしくはステッカー買ってって。ステッカー買うのに100万払うバカいないでしょ。そうだから、そういう風にその支援してもらってる俺は。私ももうこうやって行くわ。だからね、もう裁判した方がいいよ。民事裁判。民事か。弁護士立てて。見てやったら細かいやんか。細かいよ。それかもう怖い人にお願いするしかないよ。どっちかやな。どっちかでしょ。確かに。わらちゃん。ごめんな。いいよいいよ。足のこと覚えてくれちゃった。いや、ゆうこさんはそんなに絡みないけどわかるよ。人が良すぎるけんな。いやダメよ、あの配信者なんかゴミしかいないから信用したらダメだよ。配信者に一回変わるわな。ちょっと待てよ、タムちゃん。配信乗ってんね。
ワドちゃん。もういいよ。うん、もしもし。もしもし。やめよう。うん。ヒンちゃん。コリント配信者のタムちゃんと付き合っとんねん、うん、どうなるまあまあ、そ、まあ、まあ、なんか、ねえ、何もできないけどさ、その、はい、うん、頑張って。うん。うん。わざちゃん。うん頑張る。うん、俺も。でもさ、うん。わざさんと、うん。こうやって話できたことも、うん。こういう金やけん、ありがたい。うんうんうん。ごめんね、何もできなくて。大丈夫だよ。うん。俺も頑張るから。うん。うん。頑張ろう。うん。はーい。ありがとうございます。はーい。じゃあねー。はーい。はい。みんな騙されちゃうんだよな、人がいい人は。ね、かわいそうに。300万。300万ね、大金だよね。もう怖い人知り合いにいない。いるように見える。おはようございます。どうも、アイテムありがとう。おお、せいじ、少々だ。頑張ってるか？早く俺みたいになれるように頑張れよ。俺はお前よりもだいぶ高いところで待ってるからな。早く俺のステージに来いよ。お疲れ。アイテムありがとう。
バコの本数増える。はいはい、頑張ってね。確定申告。あはは。シーズンだね。
6年経つね、配信やってて。うのさんいらっしゃい。ずっとやってるよ。ニコ生の頃のリスナーさんかな？どうも。やってるやってる。あー、ゴサブ事件ね。ロコさん死んだよ。もう亡くなった去年。ロコさん死んだ。マジだよ。ネタでもなんでもないよ。去年たくさん死んだんだよ、配信者。ロハコさん、丸亀の竹本、荒野、いっちゃん、みんな死んだよ。去年はすごかったよ、本当に。有名配信者がバンバン亡くなったかんだよ。知らなかったんだ、ロハコさん亡くなったの。そうそう、竹本さんも亡くなったよ。チェンソーの竹本、あの肉屋の。死因まで分かんないけど、死因まで。ロコさん病気、高本さん病気、荒野自殺、いっちゃんも病気じゃないかな。うん、途方が多かったね。そうそうそう。びっくりするよな。寂しいよね、有名どころがなくなると。まあ結構経つけどね、もう去年の半ばぐらいだね。6月とかその辺だね、みんな亡くなったの。文鳥だよ。釈迦でしょ。ああ、ごめんごめんごめん。大丈夫よ。釈迦。うん。あ、そうなんだ。
いや、俺は夜中から起きてて、今、作業やってんだよ。今、カメラやってて。映画撮るために。で、仕事だね。こいつら。カメラマンやってんだよ。映画撮りたくてさ。いろいろ新しいこと始めてて、で写真の今納品のちょっと作業やってるね。仕事はしてない。相変わらず配信で飯食ってる。あのカメラの仕事も来てるよ。全然食えてないけどね。あの頃なんか配信で食えなかったからな。うん、懐かしいよ。もがいてたよね。配信者が。ああ、ティッシュ使いすぎて唇ガッサガサ。
体調悪いな。水道早く開通しねえかな。なんでコメント止まったんだ。寝たのか。
ああ、ぼーっとすんな。おはよう、ボン。なんかボン久しぶりな感じすんな。おはよう。ねえ、久しぶりな感じするね。疲れたな、なんか。なんでだろう、頭が痛い。あ、イヤホンどこやったんだろう、俺。水道復旧しねえかな。何時間ぐらいかかるんだろう。ヘイシッヘイシッ
ヘリシッ。熱あんのかな、なんか出てきたっぽいな。へいし、風邪だよねこれ多分。多分なんだけど風邪ひいてると思う。まだ鼻がヒリヒリする、もう鼻噛みすぎてこの辺が痛い。でも止まんないんだよ。感音性鼻炎かな、風邪だよな多分これ。水道つけ。コンビニ行って支払いが終わった時から下見が始まった。そう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 、よくは覚えてんね。だから寒くて感音性鼻炎かな。あの寒いところと暑いところに急激に温度変化があるとアレルギーが発症するっていう。でもそっから止まんなくなるの、ずっと。寒いところに行くとくしゃみが止まんなくなるね、俺は。あったかい場所から寒いところに行くとくしゃみが止まんなくなる。
なんか今日彩香が放送見に来てたな。珍しい。いやーシェイクじゃないと思うね。彩香はふわっち子さん組だね。でずっと花火投げてたの俺に。そうそう、なんか浜なんかで気違いなんだよ。面白かったな彩香。可愛らしいんだよ結構。彼氏作ればいいのにね。もともと金梅さん大好きだった。風船ありがとう。もう一緒に年取っていくよな本当に。中学生だったやつが高校大学生になったりとかさ。若かった女の子がおばさんになってくし。みんな年取ってくよ。おはようマリルモン。後ろ振り向いたら俺いたのに。はいおはよう。いいねありがとう。後ろの上2階の小窓があるんだけど、そこの席にいた俺。後ろにカメラマンさんとかいっぱいいたでしょ。あれの上にいたの。上に小窓があって、後ろ振り向いて上見たら俺いたよ。俺もどれがマリルボーンかなって覗いてたけど。顔知らないから俺は。上真後ろの上、あのカメラマンさんがいる2階。前から右左真ん中どこ？3列目の右左真ん中、右側にあれがいたじゃん。なんだっけ、あのなんだっけ、赤い帽子かぶった人いる。真ん中の方か、3列目か。わかんねえな。まあ、いくつかもよ、顔も名前もわかんねえんだもんな。俺からしたら探しようがねえわな。目立ってる人だったらわかるけど、
はあ、風かなこれ。いや、あそこ波形すぐだったよ。あの終演したから1時間ぐらいで吐けたかな。うん、うん、多分1時間ぐらいで半パケだね。遅くはなんなかったよ。でそのまま北郷さんと飲み行ったね。酒飲むペース半端じゃなく早いんだよ。すげえ酒強い。出待ちの人いたよ。でもやっぱり1時間ぐらい待ってる人いた、何人か。たけしさんとか北郷さんの。でももうあの辺のね人たち、マネージャーとかビタビタについてるから無理だよね。すぐ出てタクシーとか車でしょ。おはよう。でも漫才3組ぐらいいいコンビいたよね。3組ぐらいかな。ああこれ売れるんだろうなっていうか、実力あるなっていう。 YouTube ライブの再生数もぶっぱねてるもんね。もう何再生いってる？ 2 万再生ぐらいいってる？嘘。よかったじゃん。オーラ半端じゃないよね。あれが面白かったな。水道橋はあれだろっつって、今気違い病院にいんだろうは最高に腹抱えて笑ったけど、ね、それはダメですとか言って、殿っつってYouTube ライブが回ってますとか言って、すっげえ面白かった。あれはあれかっつって、炎上かとか言って炎上するのかとか言ってあれクソ笑ったよね。あの舞台のノリで言いたい放題だったかね。あれは結構だからテレビのたけしさんしか知らない人からするとさ、あの豪華なライブだったよね。あの舞台のそのなんつうの、本来テレビでカットされるたけしさんを見れるわけだからね。あれ面白かったな。水道橋はあれだろ、気違い病院だろとか言って、あれは笑ったよな本当。
界病院ってなんだよって精神病院のこと気違い病院って言うから怒りに来た人いた。あ、あれ記者だよあいつ。いやもうすげえ、もう北郷さんとずっと悪口言ってたよ。いやだからタレントの人とかがあの新聞記者嫌いになるの、ほんとあの後も最悪だったんだよ、取材会見で。あいつ、あいつらほんとクソ。あのね、俺よくわかった、タレントさんがあの取材嫌いなの。あの後マスコミの記者会見あったんだよ。最悪だよあいつら、態度悪くて。もうクソだよ。インタビューつうか取材になってないし、クソ態度が。なんだろあれ、うん、あれはだからインタビュアーつうか新聞記者だよ。あんなクソだよな、ほんと殺意湧くよね。もう終始リハからあんな態度だったかんね。クソだよマジで。もうタレントさんがマスコミ嫌いなのよく分かった。そうだよ、公演中にあんなこと言う？ありえないよね。ずうずうしい。いや俺も怒り覚えたもんあれ。はっ、でもあんな感じなんだって。感じ悪いよな。アマッハに入れたんだ。まあ、マッハと、なんだっけな。俺ね、あれがね、よかったね。なんだっけ、こいつ。ちょっと待って。まあ、マッハと3組だな。まあ、俺はね、個人的にはあれが好きだった。なんだっけ。
こいつガジュマル。ガジュマル最初嫌な予感したの。だけどあうまいって思ったね。ガジュマルマッハとなんだっけ準優勝のこのガジュマル結構好きだったな。ちょっとあの癖強いけど後からじわ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 来たかな。マッハはまあネタ綺麗で、この3組ネタ綺麗だよね。まあまあ売れるだろうね。ヤフーニュースのトップになってたもん。まあ多分来年でっかくなるんじゃないのかな。どんどんでかくなると思うよ。振り込み詐欺って儲かんの？儲かんじゃないの？なんか俺が関わった事件って600万円だけど、俺はそれで儲けたことないからわかんないけどね。あれね、親っていうか、なんて言えばいいんだ？あ、親会社っていうか、あの、詐欺をしてたやつ、19歳の、そう、教えて教えてのコンビ、そう。で、教えて教えてが癖強すぎて最初なんなんって思ったけど、後からじわじわ来て、ツッコミが結構面白かったから、あるあるネタでベタなんだけど、あの声の張りとかも良かったし、最後良かった。なんか、ちょっと俺は好きな系、好きだったから、あるあるネタにしては結構、あの、まあ、あるあるネタだけど、あの、なんかこう、トリビア入れるんだと思って。まあまあ、あの、古い古典的なやり、あの、クラシックなネタは綺麗にやってたよね。振り込み詐欺ね、あれね、600万の事件だったんだけど、俺が関わったのは、半年間でトータル21億だったよ。被害総額。19歳の6人組だって。だからまあ、19歳の、ね、不良が6人で半年間で21億集めて、まあパクられて10年ぐらい入って1人2億ぐらいだったらいいんじゃんって考えてやってんじゃないの。わかんないけど、普通に働くのバカバカしいからだったら10年ぐらい刑務所いてもいいやって考えてんじゃないの。10代だったらね、5年もすれば出てくるだろうし。あの人ね、ガジュマル良かったね。他のネタも見てみたいなと思ったね。なんだ、どっかに隠してるかどうか知らん。俺関わってないもん。そもそもなんつうの、俺は知らないで詐欺だってよく分かってなくて、その蓋開けたらその金が詐欺だったっていうオチだから、だから俺も2時間ぐらいおばあさんに600万預かって、でその19歳のガキかなんかがその金取りに来たんでしょ。だから、なんつうんだろう。
全然わかんないよ、俺は。俺も1円ももらってるわけでもないし。知らん。ヤクザが持ってくんじゃないの？隠してんだかなんだか知らんけど。アイテムありがとう、ボン。なんか一回さ、リスナーに企画を書かせるって面白くない？なんか企画で、なんか一日で終わる企画で、リスナーさんが完全に台本書いて、台本通りに俺が配信やるって一回企画してみようかな。うん。リスナーがさ、いかに企画を書くのがこう難しいのかっていうのを体験してもらいたいし、もし本当に実力のあるさ、リスナーさんがいたら、面白いと思うから、それ一回企画打ってみようかな。リスナープレゼンツ企画。で、どの企画が面白かったか、みたいな。それどう？その企画ってやったことなくない？リスナーさんが企画をする企画。うん、一回やってみようかな。もう完全滑るのも含めて乗っかるっていう。まあ、その、1時間で終わる企画でもいいし、1時間で終わる企画とかの方がいいかな。うん。うん。なんか、ねえ、あれしろこうしろって、っていうリスナーさんがガチで企画書いてみたみたいな、それを完全にそのまま台本通りにやってみるっていう。そうすると配信者の気持ちがわかるわけじゃん。それ面白くない？斉藤さんで配信する、斉藤さんがわかんねえな。
斉藤さんってなんだろう。斉藤さんアプリ何なんだろう。ランダムでつながった知らない人と無料で通話ができるアプリ。やってみる？斉藤さん。おはよう、みすけ。長期でもいいってことでも、長期だとずっとかぶりつかないとダメじゃない。何を言ってるかわからない。配信ができんの？え、だってうちのリスナーわかんないじゃん。それで配信したら。よくわかんねえな。出会い中が多いんだ。へえ。頭が回ってない。何言ってるか分かんなかった。え、どういうこと？配信サイトを斉藤さんでやるのに、斉藤さんで配信してみるってこと？斉藤さんで電話してんの、キャプってやればいいんじゃないの？ちょっとわかんないんだけど、何言ってるか。誰かと電話すんのを配信に載せればいいんでしょ、要は。違うの。だから、何言ってるか分かんねえな。サイヤ人ダメだ。アスペだな。ツイキャスで男配信者は仲間になって男する配信で一時流行ってた。
まあだから企画を完全にやってみて、閲覧がどれだけ増えるのかどれだけ減るのかっていう企画ね。まあ配信者がどれだけ頭使って企画書いてるかっていうのがよくわかる。逆にそれで閲覧ぶっぱねる企画をかけるリスナーがいたら、そいつは配信者やった方がいいね。ハンカチ集計？え、何？ハンカチ集計って何？ハンカチ集計。いやだから、お前バカだな。斉藤さんの中で中継をしたところで、ふわっちのリスナーは意味がわからないから企画にならねえだろって言ってんの。お前本当にバカなんだな。こんだけ説明してもまだわからないんだ。バカすぎるわ、お前。俺が斉藤さんやって斉藤さん内で、普通にやってるの企画になってねえだろ。ここにいるリスナーが見れなかったら。バカだな、お前、本当の。頭悪すぎ。もうびっくりするわ、お前の頭の悪さに。ダメだ、無理だわ。やっぱリスナーは企画書けないよ。バカすぎる。もうこのバカさ加減に、俺の言ってる意味がわからないバカさ加減に呆れてるよ、俺は、本当に。すげえな。は？じゃあサイヤ人さ、俺がさ、この放送切って斉藤さんアプリダウンロードして、その中継やってたらお前見れないんだよ。バカだろ、お前。バカすぎるだろ。頭悪。俺の言ってる意味が分かってないんだよ、こいつ。そこ、もう沼だよ、沼。沼。企画の意味が分かってない。底なし沼だわ。バカだろ、本当に。もうその知能でよく企画を提案できたな。
その沼っぷりでよく俺の企画って提案できたな、本当に。びっくりするわ、マジ。え、どういうこと？ボンも沼だからな。バドさんはリスナーに何かやらしたいんなら斉藤さんなんて意味ない。それをリスナーだから配信。あー、ボン、沼が増えた。ボン、お前も俺の言ってることが分かってない。バカだろ。バカが増えた。バカがフォローしてる。沼がフォローしたけど沼だから俺の言ってる意味が分かんない。もう本当に沼しかいねえな、お前ら。沼、お前らいい加減にしろよ、本当に。なんで俺の言ってることが理解できないのに俺のこと囲ったりアンチができるの？本当に。リスナーに企画をさせたいんじゃないから。リスナーが書いた台本を俺がやる企画なんだよ。もう沼しかいねえな。なんで俺の話が理解できないのに俺の放送を楽しめるの、君たちは。もう一回言うよ。俺が企画をやって企画を実行してるでしょ。それが普通の配信者の企画でしょ。でも俺は面白いことができる、俺の言う通りにやったら閲覧が増えるっていう人のために、俺が考えた企画、リスナーが考えた企画を俺がやってみたらどうなるのか。つまり台本脚本をリスナーが書くので、それでサイヤ人が斉藤さんとアプリやれって言ったけれども、こいつはその斉藤さんの配信機能を使うって言ったから、そんなの意味ないでしょって言ったの。そしたらボンがわけのわかんないこと言ってんの。沼っつうのは、もう知的障害者のことだよ。バカだろ。いや、俺が台本書いたらお前ら売れさせることなんかできるよ、余裕で。全然できるよ、俺は。それで飯食ってんだもん。できるよ。沼ばっかりだな、本当に。本当、なんでこんなに沼が集まってくんの、マジで。っていうか、こんな普通の会話が成り立たない沼レベルでどうやって今まで生きてきたんだよ、お前ら。びっくりするんだよ、マジで。俺、今、ボンが、なるほどって言ったけど、ボンは分かってないと思ってるからね。なるほど、なるほどって言ってるけど、ボンは多分分かってないと思う。沼っぷりがやべえな、こいつら、本当に。はい、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 髪の毛少なくなってきたね。はい、面白い、面白い。待ちではない、うん、もう一回言いますね。俺の企画内容は俺の企画内容ね。リスナーに企画を書かせてみたっていう企画をやろうとしてんの。もうそれが理解できないんだったらもう会話になりません。俺の企画としてリスナーさんに企画を書かせてみた。もうこれが理解できない人はこの会話に参加しないでください。はい、以上です。はい。こんだけ言ってもわかんない人はもう理解できません、もう。ちょっと掛け算しただけなのに。
いや絶対分かってないボンは。もうこんなシンプルなことで分かってないんだから。斉藤さんっていうアプリに配信機能あるよ、だってバカだろ本当に。そしたら今度ボンが、いやリスナーにやらせるんだよバーカ、和道さんは配信したって意味ないじゃん、和道さんはリスナーにやらせたいんだよ。もうもう分からん分からん。いやだからその1時間でそのやる企画ぐらいがいいのか、まあ1日がいいのか、その辺はさじ加減だねっていう。で例えば3個応募が来たら、その3個やってみると、3時間やってみると、1時間1時間1時間で最終的に見たリスナーで誰の台本が一番面白かったかっていうこと。どんな企画を立てさせたいのかを決めたら、このコンセプトができねえだろこの沼アンディよ。俺が企画書いてんのと一緒だろがよ。バカだろ本当に。なんでわかんねえんだよ。俺の趣旨が入ったらリスナーの企画じゃねえだろ。バカだろマジで。沼かマジで。本当に。もうすごいよ。大沼やろう。大沼だよ大沼。はあ、いやーいやー、もう本当に沼が多い。沼。いやもう A 型作業所だよ。 B 型でしょ B 型。え何ボン間違ってる。リスナーに企画書かせて和道さんが考えたふりして、あーバカだね。やっぱり分かってなかった。やっぱりボンすげえわ。お前沼だわ。俺の企画としてリスナーさんに企画書かせてみたっていうタイトルでやってるのに、俺が考えたふりしてやる。お前沼だな。企画タイトル言ったんだよ俺最初に。リスナーさんに企画書かせてみたって言ってんのに俺が考えたふりしてやる。すごいなお前本当に。もうやっぱり分かってなかったわ。もう沼だらけ本当に。やっぱりだよボンは。やっぱり分かってなかった。なるほどなるほど、うん分かるよ。3回ぐらい言って案の定分かってなかったわ。もうすごいすごい本当にすごい。沼っぷりが今日やばい。今日のリスナー思った通りだったよ。いやいやもうもうもうこんなシンプルなことが伝わらないんだよ。いや、だから斉藤さんするまではオッケーだったの。もうお前も沼なんだからピッピー。お前もう沼集まってきたな。言いたかったんじゃないの？それは分かってるよ。それはいいねって言ったじゃん。そしたらこの斉藤さん内に配信があるって言ってんだよ。はぁ、企画料なんか出ねえバーガー。沼。沼じゃねえかよ。沼じゃねえかよ。沼に沼って言って何が悪いんだよ。沼だろ。沼じゃねえかよ。何なんだよ。何が文句あんだよ。言っていいことと悪いことなんかねえよ。俺の配信サイトなんだから。沼に沼って言って何が悪いんだよ。差別してんだよ。沼だろうがよ、お前。どう考えたって。どう考えても沼じゃねえかよ、もう。もう引くぐらいの沼だぞ。本当に。まあインバ沼だね。インバ沼だよ。性格悪いのなんか知ってるよお前。お前俺のこと性格いいと思ってたのか。お前底なしだよバカ。もう沼とバカだよ本当に。そこまで言うんだったらお前何年見て性格いいと思ってたんだよ。バカかお前。沼だろお前。そんなみんな分かって聞いてんだよ性格悪いのなんか。沼じゃねえかよどう見たって。お前こんだけシンプルなことが理解できねえんだから沼だろうがよお前。リスナーに配信、リスナーに企画
書かせてみたって言ってんだろうがよ。おはよう。その文章を読み解けねえんだから。言ってること理解できないのに突っかかってくんじゃねえよバカ野郎。本当にふざけんじゃねえよ。たまったもんじゃねえわ。勝手に解釈して勝手に歪めて勝手に誤解して勝手にディスかよ。沼だろそんなもん。沼役？沼役って何？あ、俺 ADHD だから布団動かしちゃうだけだよ。そわ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 してるだけ。もう何なんだろう、なんでこんな沼が集まってくんだろう。もうだらけだよ。あ、頭痛い。いや、起きてる。ずっと寝起きじゃない。風邪ひいたかもしんない。500人来るからやれよって。え、何サイヤ人さ、さっき言った誰が人数多かったかで勝負っていうのをさ、斉藤さんの配信でカウントしようと思ってんの？沼だわやっぱりお前。バカだろ。企画の面白さじゃねえからそれ。あー、もうバカすぎる。あ、バカと会話すんの疲れるマジで。さっき言ったんだよ俺が、配信人数多かったら面白いって言って、それで斉藤さんで配信すれば500人来るからだって。ああ、バカだ。沼と外事は一緒だよ。ああ、いや、びっくりするわ。ボンとノリコとニンニだな。俺が今までポンコツとかメンヘラって言葉を使ってたの、沼とイコールだから、ノリコ、ニンニ、ボンの三沼だね。三沼。どっかの配信サイトで新規やれば水増し数は爆発する。いや、ポンコツとかメンヘラと沼は一緒だから、俺の中で。言い方柔らかくしてるだけだわ。全部イコールだわ。本当だよ、もう本当に薬飲んで寝ろよ。なんでポンコツは良くて沼がダメなんだよ。そこがもう沼だわ。ポンコツはセーフで沼でブチギレってもう意味が分かんないでしょ。一緒だわ。沸点が分かんねえよ。
いや、もう無理だと思った。要は、配信者に企画書かせてみたっていう文字を理解できないリスナーだから、企画を書けるわけがないっていうのがよくわかった。まず、企画の文章が読めないっていうことがわかったから。まず、文字が読める人が欲しい。あと、意思疎通と会話ができる人が欲しい。まずはそこからだよ。俺の課題は。まず、俺の言ってることを 100% 理解できるリスナーが何人か集まったところから、企画がスタートするかしないかの話だから。うん、夢物語。いやー、延長代ありがとう。いやー、びっくりするよ。結構俺は今びっくりしてるから、びっくりしてるっつうか、衝撃を覚えたね。すごい。俺は今日寝起きからハードだ。けなげすぎて、なんかもうさ、ほんとさ、心療内科だろう、ここ。ほんとに。なんなんだろう、俺病院の先生じゃないんだけど、ほんとに。なんか心療内科の待合室でしょ、ここ。マジで。本当にどうなってんだよ、マジで。俺別に集めようと思って集めてるわけじゃないんだよ。なんで集まってくんの、本当に。おはよう。はーい、患者さん、次の方どうぞ。次の方どうぞ。おはよう。いやー、もうきついよ、ほんとに。普通に会話ができる普通な人がいない。ゼロゼロ。無能なやつに頭下げるなんかする必要ないから。バカだろ。無能なやつに頭を下げないと稼げないぐらい無能なんだよ。そこに気づけよ。疲れた。なんでこんなシンプルなことを理解できないんだろうな。だから、なんつうんだろう。バカ、なんでこんなに理解できないのかが理解できないから苦しいよね。わからないがわからないから。で、わからないのがわからないって教えてくれたらわかるまで説明できるけど、わからないくせにわかったふりをするから余計ややこしいじゃん。わかる？わかったわかったって言ってるけど全然わかってないから。
すごい、本当に。なぜわからないのかがわからない。よく今まで生きてこれたよな、本当に。謎。3番テーブルにこのパスタ届けてって言った。ケーキ、ケーキが食べたい。あの仕事中だよ、3番テーブルにパスタ持って行ってね。パフェも食べたい。帰れ、パスタ食べていいですか？みたいなね。もう全然わかんない、本当に。世界観がわからない、本当に。いや、もう本当に丘の上に和道の家食って暮らそう。本当に。最後は。本当にそうしよう。キチガイ丘だよ。キチガイ丘。キチガイたちが住む家作ろう。そうしよう。仲良く暮らそう。園長として頑張るよ俺は。BGM でずっともう大丈夫だよ、心配ないよって、わかるわかるってずっと流しとけばいいんだよ、俺の声で。わかるよって、大丈夫だよ、辛かったねってずっと流すの、BGM で。で、もうスピーカーに向かって、ボンとかが話すの、ずっと。のんちゃんとか。沼たちがスピーカーに向かって話してて、もうそれだけで幸せだからもう。大丈夫だよ、辛かったねって。心配ないよって。悪化するわ。いやー本当に心療内科の街、うん、あ、カオス、俺調べたよ。あの、聞いたよ。あの、リキッド。あれ面白いね。完全合法なんだね。なんだっけ ?THC じゃなくてなんだっけ ?B なんとかの方でしょ？なんだっけ成分。CBD か。THC が入ってないんでしょ？だからもう完全合法状態ってことでしょ？
CBD の効用ってどんな感じなの？あ、面白いね。全く問題ないんだね、法律的に。なんか今トレンドらしいね。それだったら俺も吸ってみようかな、 CBD。 だから配信で吸っても全く問題ないんだもんね。あ、世界のトレンドなんだ。へえ。なんかさらにディープなやつ教えてもらった俺この前。今流行ってるのがその CBD で、さらにコアな方教えてもらったよ。なんつったっけな、なんか忘れちゃったんだけど。え？マジで言ってんの？嘘でしょ？え、それ大丈夫なの？嘘でしょ？マジで言ってんの？え、それダメ、え、ダメっていうか、ありなの？だって、簡単に言ったらマリファナでしょ？いや、ありえないでしょ。そんな上場企業がそんな攻めることやるわけないでしょ。ブリってんのか？頭のいいお薬さん状態だから。合法化への第一歩じゃなくて、完全合法なマリファナの成分がもう売られてる。なんか俺もそのよくわかんないんだけど、そのなんだっけ、ノンアルコールビール飲んだら運転できないの。あー、いやそういう問題じゃなくて、なんだっけ、まあカオスが説明した方がいいんだろうけど、俺もにわかだから。マリファナの成分ってそのTH、なんだっけ、テトラヒ、ヒ、なんとかカンナビノールだから THC か。っていう成分と、この、なんだっけ、CBD っていう二つの成分があるんだけど、そう、テトラヒドルカンナビノールっていうのは、要は、大麻取締法違反っていうのは、大麻を吸ったらいけないんじゃなくて、あ、大麻を所持してたらいけないんじゃなくて、大麻を所持してたらダメなんだけど、このテトラヒヒドルカンナビノールに対して規制をかけてるのよ。で、その今流行ってるリキッドっていうのが CBD っていう成分だけを抽出したリキッドなのね。要は大麻の中に入ってる CBD っていう成分を抽出したリキッド。それ、要は日本でいくら吸ってても、だからその CBD の効果がわかんないから、効用が俺は。だからもう完全な合法ドラッグだよね、簡単に言ったら。で、世界のトレンドなんだって今。うん。あー、要はマリファナのリキッドみたいな感じか。の日本で合法なのはその THC の成分が入ってないってやつね。で、それはさ、そのマリファナを吸ったことある人からすると、CBD の成分でマリファナに近いっていう体感はあるの？要はブリブリになるの？ CBD で。だ、簡単に言うと、カオスは前回の枠で吸ってたってことはブリってたっていう話なんだけど。でもそれだったら俺配信で吸ってみたいけどな。何も決まらないんだ。ダメじゃん。全然面白くないじゃん。何にもマリファナ感はないんだ。その CBD じゃ。じゃあダメじゃん。じゃあダメじゃん。じゃあ結局ただの煙吸ってんじゃん。
何にもないじゃん。タバコ吸ってんのとか、タバコの方が効用はあるか。いや、ソムリエだから、ソムリエ。脳の副作用のイラつきとかを抑える効果は間違いなくある。おー、ブリルとかはないけど、イライラとかを鎮静させる効果があるんだったら、むしろ俺すげえ欲しいんだろ。意識が酩酊したりとかせず、イライラだけ抑えられるんでしょ。俺にとったら万能薬なんだけど、最も俺が求めてるものなんだけど。え、めちゃくちゃいいじゃん。つまり平常心だけれども、アドレナリンとかそのカッカする部分を抑えられるんでしょ。めちゃくちゃいいじゃん。俺からするとどんだけアンチコメント書かれても全く聞かないで冷静さを保てるんでしょ。え、っていうか俺からするとそれ万能薬なんだけど。アルコールのないアルコールはアルコ、なんだろう、なんでもない存在だから、ね、それ水とかジュースでしょ。ちょっと例え違くないか、それは。オイル、オイル。え、俺からするとめちゃめちゃ欲しいんだけど。え、要は怒りっぽくなくなるってことでしょ、ただ単に。え、すげえいいんだけど。いや、そのリキッドいくらで売ってんだろう。やってみようかな。え、完全合法なんだよね。いや、配信で吸おうかな、俺。CBD いくらだろう。普通に欲しいんだけど。カンナビジオールっていう成分か。医薬品として、承認された製品なんだ。へえ。いいやつ4万する。リラックスする感じ。いや、俺大好きなんだけど。要はリラクゼーション効果があるってことでしょ？え、めちゃくちゃいいじゃん。あ、ほんとだ。典型的な効果はない、精神作用は一切ないって。で、乱用依存身体的体制は見られない。ほう、副作用が少ない。ほうほうほう。どういう効果が、副作用を見てみるか。つまりリラックスするだけなんだ。ドーパミン有利作用はなく、統合失調症も起こらない。やば。転換にも効くんだ。え？万能薬じゃん。ちょっと待って。ちょっと待って、万能薬じゃん、これ。え、ちょっと待って。え、俺からすると、今最も欲しいものなんだけど。え、何これ？ちょっと待って、統合失調症が治ってるデータとか出てんじゃん。症例で。データが少ないから確定的ではないけど、CBD 投与6週間後には陽性、つまり幻覚妄想が少なく、ドーパミン受容体、え？これやばいじゃん。アルツハイマー、パーキンソン。え、これやばくない？
これ万能薬じゃん、俺らお薬さんの。ボンとノリコと俺と何これ、これこれ薬じゃん。要はこればらまいちゃったら精神薬が売れなくなるからでしょ。いや売れよ、やば。慢性痛と不眠症、睡眠も寝れる？え、ちょっと待って、 CBD めちゃめちゃ欲しいんだけど俺。え、どうすれ、どこで手に入んのこれ。おはようございます。え、ちょっと待って、 CBD やりたいんだけど俺。え、これマジでカオス、これマジで逮捕ない絶対。カオスとかヤバゾ知ってんじゃん、CBD って逮捕絶対ない？100%ない？え、ちょっと待って。CBD 合法で検索するか。絶対ないの。え、アマゾンで3000円で売ってるけどこれダメなの？アマゾンで普通に3000円で売ってるけど。生朝オイルっていう商品名で。いや、今調べた限りだと俺からするとこれ万能薬なんだけど。生朝オイルって売ってるけどこれでしょ？アマゾンで3000円で売ってる。アマゾンのは違うんだ。ていうか俺今からカオスの家に行って3000円渡すから3000円分吸わせてくんない？歩いて自転車乗ってカオスの家に行くからちょっと一口くれよっていう、その聞くか聞かないか、それダメ？カオス3000円分か5000円分か。じゃあ5000円渡して2000円抜きの3000円分ぐらい、その方が早いんだけど。カオス持ってるわけじゃん。いや、だから抜いていいから、なんか5000円渡す、じゃあ3000円渡して1000円分とか、なんかもう手数料取っていいから全然。いや、それで、ねえ、俺、もうバージンなわけだから、全くまっさらなわけじゃん。で、俺が求めてる、その、眠れる、リラックスができる、怒りっぽくならない、完璧なんだけど、これ。幻覚作用が全くないって書いてあるもん。結果何もわからないってオチになるだけいいなーって。要はオイルなんだ。いやいや、人に勧めることはできないよ、自分で。ちょっと待ってね、大麻の定義、日本の大麻取締法の大麻の定義は、大麻草と葉と亀の製品がとその製品が禁止されており、
くし由来の成分は除外される。大麻、ほう、はー、種と茎かな、これ茎で作られたんだ。ほー、ケナフ、ケナフっていうの、 CBD ケナフで検索すればいい。ケナフ、まあまあカオスの場合はあれだもんな、生きてくために使ってるものだから。ケナフっていくらだ、持ってねえな。いやでも俺からするとなんかこれすげえ体に合いそうな気はするけどな。え、 CBD オイルで逮捕者出た、逮捕されない、ん、渋谷で売ってんの？ああ。あ、素材の話か。売りはいじめられる。その辺で売ってる？どの辺で売ってる？生活の木とか、無印良品とかで売ってる？あそこは、あの、紀ノ国屋書店の、なんか、パイプ売ってるところは？紀ノ国屋のところ？あんなところじゃ売ってないか。加賀屋か。加賀屋で売ってないかな？加賀屋 CD、CBD で検索しよう。あ、売ってるっぽい。わかんねえな。でもなんか聞かなかったら2万3万かけたくないかんな。おはよう。いや全然あるでしょ。
いや、聞いてるっていう感覚があるな。俺プラセボでも全然、だって内科の薬だってプラセボ起こって治ったって言ってんだから、本人が良かったら別に何でもいいわけじゃん。それ込みのプラセボだと思ってるから、体感がもし疑似体験だとしても、俺が治ったと思ってるんだったらいいんだよ。怒りっぽくなくなるんだったら。俺は辛いんだもん、寝れないのが。あ、そういう感じなんだ。それって何にも聞いてないだけなんじゃないの？え、発達障害に作用あるって書いてあるんだけど。うん。環7と国道行く？知ってみるか、マジで。環7と国道交差点？え、環7ってどこ？どの辺それ？環7と、辺布。CBD 吸いに行く？俺どこそれ？環7とって、金いらないからタクシー。え、っていうかカオスの家がどこら辺か分かんないから、そのカオス環7って言われるも俺分かんないんだけど、環7、環7ってどこ？いや、なんか俺の知らない用語が出てきたんだけど、環状7号線え、どこ？笹塚って書いてあるけど、ごめん、なんかよくわかんない。笹塚？笹塚に行けばいいの？自宅から笹塚、笹塚ってどこ？笹塚ってどこ？笹塚？そうだね、タクシー代に1回2000以上かかると高く感じるよね。わかるわかる。わかるよ。遠いな。いや、めっちゃ遠いな。いや、めっちゃ遠いんだけど。ん？遠くないか？ああ、ちょっと距離あんな。ああ、ここか。これぐるーっと回さないといけないんだ。こうか。俺の家がここだから。いや、遠いよ。いや、遠すぎるでしょ。
めちゃくちゃ遠いじゃねえかよ。初台の先じゃねえかよ、だいぶ。幡ヶ谷の倍あるじゃん。無理だよ、こんなの。うん、いつでもいいね。いや、めちゃめちゃ遠いわ。近くじゃねえわ。めちゃめちゃ遠いわ。この前、ステーキ食いに40分歩いたじゃん。あそこで半分ぐらいだよ。倍だよ、倍。遠すぎる。もっと近いと思ってたわ、俺。ジョギングは、あー、いつも、あー、いや、全然、あ、そんなでもないな。俺結構走ってるな、そう考えると。いや、笹塚ぐらいまで走ってるんだわ、俺。3キロぐらいか。え、何？俺この、こんな距離走ってんの？引いたわ、ちょっと今。それ焦るわな、毎日こんだけ走ってた。え、30分？いや？初台まで、初台駅じゃない、幡ヶ谷駅まで40分かかってるよ、俺。歩いて。俺歩くの相当早いよ。いいとこじゃない。下北も近いのか。いや結構走ってたわ。あ、水道局開いた。電話しよう。この辺の雑草吸ってみれば。俺中学生の時ワルだったから、すごい混ぜた同級生がいて、バナナの皮吸おうぜって言って何何って言って、バナナの皮って乾燥するとブリルらしいぜって言ってる、なんかちびっこいいじめられっ子の同級生がいて、じゃあお前ん家行くわって言って、バナナの皮焼いて吸ったけどすげえいい匂いだったよバナナの匂いするねっつって、部屋中バナナの匂いになっていい香りだなーで終わったけど。え、バナナの皮を乾燥させるとトリップするって聞いたことない俺ら悪だったから、バナナ食べて 2,3 日後に乾燥させたバナナの皮吸っていい匂いだなーってなった記憶があるんだけど、悪だったから。成田シティはもう相当な悪だからね。バナナ乾燥させてっから、うん、あ、島バナナなんだ。普通にあのスーパーで売ってるバナナを乾燥させてたわ。部屋中バナナを焼いた匂いだった、うん、いや悪だったね。めちゃめちゃ悪かったから。電話しよう。テスです。
水道止まってんの今。スカイプで電話するから。はっ、っす。もしもし、昨日水道料金の未払いで水道が止まりまして、で料金の支払いで水道を開通していただきたいと思って電話したんですけれども、はいはい、持ってます。はい、わかりました。始末高光です。はいはい、合ってます。はいはいはい、います。あ、でも1時間半ぐらいで開通はするんですよね、大体。あ、じゃあ大丈夫です。はい。はい、お願いします。はい。あ、ごめんなさい、僕電話番号持ってないんですよ。はい。はい。はい、そうですね。はい、わかりました。はい。よろしくお願いします。支払いってできてますよね。大丈夫ですよね。はい。はい、わかりました。あと、もう未払い分がもう何ヶ月かあるっていうふうに書いてあったんですけれども、わかりました。はい、よろしくお願いします。はい。はい。あ、わかりました。よろしくお願いします。失礼します。便利だね。スカイプすごいよ。いや、電話持ってないと不便じゃんっていう人いるけど、スカイプっていくらだったかな？なんかね、普通の電話って1分3円とかでしょ？電話持ってないよ。だからスカイプで1000円買うんだよ。ウェブマネーみたいなスカイプのやつを。で、1分通話料いくらだったかな？スカイプ。今みたいに電話できるんだよ。やばくない？で、今ので、いくらだろう。いや、すごいよ、ほんと、スカイプは。なんでみんな使わないんだろうと思うの。スカイプ ID すぐ抜かれる。あー。確かに。今の通話で、いくらだろう。まあまあ、全然通話料かかんないんだよ。1分3円？どれだっけな。
だからね、電話なんて持ってなくても全然平気だよ俺。ソビエト時代のものなんだ。詳しいな。古い企画なんだね。スマホかけ放題、それもうソフトバンクの頃からじゃん。まあ、とにかくあれだわ、水道復旧だわ。家電は電話に転送してる。あ、でも電話番号はちょっと作らないとな、受ける用の。光電話加入しようかなって。家電があればいいから、俺携帯電話外では必要ないね。なんか超無駄。なんか1分20円とか超無駄。お肉以外に食べたいものを、あ、この前肉超うまかったな。食べたいもの特にないかな。ヤフオク？いや、ね、なんか、高えな。でも、2万、3万、いいや。なんか、一回カオスに座ってもらって、これやばいねってなったら、買うかな。そしたら俺、タバコやめるかもしんないね。わかんない。CBD オイルって、1ヶ月でいくらぐらいかかる？その、初期コストじゃなくて、ランニングコストで。だって、タバコでさ、俺、1万5千円は使ってるわけじゃん。で、そのイライラしなくなって、その眠れるようになってってなったら、もうぶっちゃけた話、その無敵だからね。俺のやつは2ヶ月以上持つ。2ヶ月、もうバンバンにヘビに吸って2ヶ月か。で、いくら？ランニングコスト。遊びじゃないからっていうのが面白いね。あ、要はトリップしない、要はガンガン濃くしてトリップさせる人もいるってことか。まあ、そういう使い方は俺別に全然興味ないね。全然興味ない。トリップしたいっていうよりは、その、なんだろう、安らかになりたいだけだから。ただ単に。転換の薬に副作用を押し付けてるだけ。いやいや、大麻のオイルの話、完全に合法的な大麻のオイルの話。コンビニ行って飯でも買おうかな。まあまあ、いや、絵で合ってると思う。それが正しいリアクションだと思う。やっと来た。30分以上この話を喋ってるけれども、やっと正しいリアクションが来たね。ハートの餌今でも入ってるよね。俺だから、違うんだよ。俺ね、カオスにギャグでプレゼントしようと思ったのが、あの、のんちゃんとペットショップに行って、俺カオスの話題で二人で笑ったことあるんだけど、鳥の餌コーナーに朝飲みバンバンに、こんなパンパンに詰まってる朝飲みが400円とかで売ってたの。朝飲みがもうこんなんでパンパンに詰まってんのが売ってて、あ、これカオスの家に持ってこうって、カオスの家にリアトすることがあったら俺これプレゼントでギャグで持ってこうって言ったの。あ、でっかいやつだよ、こんなやつだよ。結構でかいんだね、朝の種って。あれがケナフなんだ。うん、まあ、ケナフが何なのかわかんないけど。のんちゃんはペットショップで売ってないから。ちょっと面白いな、そのコメントは。のんちゃんもペットショップで買ったの？こら。目
ナフは THC の入ってない朝なんだ。はぁ。あ、そういうことか、そういうことか。要は、でっかい葉っぱのやつでしょ？大朝ってやつでしょ？さっきそれ書いてあった記事に。俗に言うても日本でもともと生えてる朝のことでしょ？要は、なんか、なんだっけ、日本の朝、もともと自生してる朝って、その THC が極端に少ないから、もともと、あのさ、俺前から言おうと、まあ、いいや、ニンニの定義面白いから崩したくないからやめよう。ニンニの定義は今後続けてほしいからあんまりいじりたくないんだよね。いじってやめるわってなったらちょっと嫌だから。元は入ってるんだ。ああ、品種改良したんだ。あ、でもね、日本人なんか朝は食ってた、朝は着物にしてた、もう朝文化だからな。うん。いや、ニンニの定義は大事。まあまあ。朝と共に生きてきた文化だからな。うん。ああ、まあまあまあ、なんか、まあ、完全合法なのを確認して、俺が発達障害、やっぱ苦しんでるから、俺も。睡眠障害とかで。で、効果がちゃんとあったら、レビューするよ。レビューする。うん。そう、うん。天然っていい言葉だよね。そうね。天然って素敵な言葉だよ、本当に。誰も傷つかない。サティベックスを調べてみろ。サティベックス、オブラートというかなんか素敵だよね。優しい世界だね。サティベックス。これか。大塚製薬サティベックス。大塚製薬の公式ページ出てきたな。ちょっと待って待って、面白そうこれ。合法化の流れじゃん。あ、もう来るんだね。あ、来るんだね。要は準備してる段階ね。マスコミとか使って。いいじゃん。いいじゃん。ちょっとリツイートしとこう。いや、CBD 買うんじゃなくて、カオスのを吸わせてもらおうかなと思ったの。で、配信でどうかっていうのをやりたかったんだけど、そう。いや、CBD 調べたら、めちゃめちゃ俺が、その、眠れないとか、発達障害とか、イライラするとか、全部俺が欲しい、完璧なアイテムだったから、いや、だったら吸いたいんだけどっていう話をしてた。これ、ツイートできないのかな？これはコピーしてツイートしとこう。これはメモだな。後でゆっくり読もう。メモメモ。勉強用にメモ。やめなさいって何？やめなさい。お母さん。お母さん。これダメなやつ。やめなさいって。子供じゃねえの。
ちょっといいね。忍者のやめなさいは面白かった。完全お母さん目線。これはダメでしょ。飯食うか。飯。何かを。大麻に近い成分が入ってるとかじゃなくて、大麻の成分。大麻に近い成分じゃなくて、大麻から抽出した成分。うん、まあまあまあ、人乳がまともだよ。やっとまともな人が来たんだよ。天然だけど、うん、ジョイントは要は大麻でしょ。ちょっと違うんじゃないかなっていう。やっぱりさ、なんだろう、一応違法なわけじゃん。その体にいいか悪いかとかいう、そういうことは俺別にいいんだけど、一応そのね、まあ、子供も見てるわけだし、あれだから。アンパンの上についてる種何か分かってるのか、ヘロインの原料だぞ。聞いて、いや、勘違いではないんだけど、ちゃんと裏付けを取って、ちゃんとやらないと、その、ほら、影響力があるわけだから、配信者は、それは悪用したりするのは良くないと思ってんの。だから、やるとしても海外かな。今のところ。海外でやっても俺はアウトだし、と思ってるよ。叩かれると思ってるよ。まあ、叩かれるのは別にいいんだけど、あんまりいい影響は及ぼさないとは思ってるから。そう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 。ほう、ほうと言われかねんしっていうか、俺はほうだと思ってるから。やっぱりね、その100人、200人が常にいたり、1日1万人ぐらいの人が見てるわけよ。あの、人数で言ったらね、1万人が見てるって、1万分の1俺に関わってんだよ。日本人口の。まあまあ、いろいろあってさ。いや、なんでそんな話になったのっていうか、もう喋りづらいな。まあ、いろいろあんのよ。いや、だからリテラシーの話だよね、本当に。リテラシーとは何なのかっていう。食べログぐらいのノリでレビューされてる。いや、だけど、なんだろう。俺は、そのデパスとかの方がよっぽどやばいと思ってるし、ハルシオンとか赤玉とか、そんな、だって、荒野なんかね、デパスガンガン食いながら酒飲んで、あんだけね、ガン決まりになってたわけだから、そっちの方が絶対脳に悪いし。じゃあ、俺は本当に、その子供の頃から、この、カッとなりやすい、その、暴力衝動とかあるわけじゃん。それはもう、コントロールできてるよ、完全に。33年間できてたから、コントロールできてるけど、昔はそれこそ、俺の実家の部屋見たらみんな笑うよ。壁がないの、俺の部屋。壁とドアがないの。壁全部、穴開けてんの。殴って。人を殴れない人だから、壁を全部穴だらけの。北斗の拳の部屋みたいの。で、ドアはぶち破られてんの。で、母親が言ったの、俺に。こんな部屋にしやがって、壁、こんな修復なんかできないよって。リフォームだよ。ドアも穴開けやがって、って母親に怒られるの。いや、壁をやったのは俺だけど、ドアやったのはお前だからっていう。もう部屋じゃないんだ、本当に。だから、俺の、その名残で、こういうものいっぱい買ってんの。こういうの。これ壁の穴隠すためだよ。本当に。もう、要はやってらんなかったの。俺の中の尾崎豊が止まらなかったんだよ。
だから俺の中の尾崎豊が収まる成分を求めてんの。これは穴じゃないけど、うん、そう、俺の中の尾崎豊が壁を壊すんだよ、うん、みんなにもちょっとあるはずなの。みんなの中にもちょっと尾崎豊があるはずでしょ。でも俺の尾崎豊はかなりでかいのよ。そう、もう眠いね、早く寝たいなって、今日は明日仕事なのにって思ってるのに、シェリーってずっと言うの俺の耳元で。シェリーってずっと言ってるから寝れないのよ。もうちょっと今日はやめてって言うんだけど、シェリーってずっと言ってるから。俺の尾崎がうるさいの本当に。あよ帰り。そう、あんまり受けなかったな。ちょっと今の下り俺好きだったのにな、あんまり面白くない。おかしいな、ダメ、なんかね最近ずれてきてるよね。いや、なんか俺は結構今いい話してたと思ったけど、うんうん、あーいろんな国で暮らしてるときにジャンキーが多い。いっぱい人が死んだけど、タイまで死んだやつは一人もいない。うん。あ、尾崎を知らない世代、そんなわけねえだろ。意味不。尾崎がよくわ、俺ね、これね、若い子に、本当に尾崎豊がわからないとか聞いたことないって、俺意味がわからないんだよね。うん。尾崎豊か、ねえ、あ、酒で死んだやつね。だって俺、シェリー聞いたら、シェリー聞いたリスナーが、これ和道の歌じゃんって言うもんね。っていうか、配信者の歌なんだよ。盗んだバイクじゃない。すぐ窓ガラス割る人。そう。シェリー聞いてきなよ、YouTube で。シェリー聞けよ。尾崎知らないリスナーは今すぐ YouTube 行ってシェリー、尾崎豊シェリーで検索して帰ってこいよ。俺の中の尾崎っていう、盗んだバイクで走り出すのは15の夜ね。ダメダメダメ、シェリーよ。尾崎嫌いなのかよ。尾崎嫌いなの、お盆。そう、15歳のになりたいんだよ。そう、尾崎嫌いなの、お盆。マジで言ってんの？むしろ俺、ロックンロールをちゃんとやった人だと思ってるんだけど。本当にアメリカみたいにロックンロールをちゃんとやったら、ああなっちゃったっていう人だと思う。なんで嫌いなの？尾崎。曲知らないの？マジで言ってんの？リアルタイムで、だって俺生まれてないでしょ。生まれた時ぐらいじゃないの、流行ったのって。だから、40前後ぐらいが世代じゃないの。チェリーじゃねえよ。シェリーだよ。スピッツのチェリーいいよ。20代後半、いや、シェリー聞いてきて。いや、普通にいい曲だから。尾崎豊のシェリーは聞いたことないって言ってびっくりするレベルなの。いや、普通に聞いてよ。うん。いや、いい曲だよね、普通にね。いや、でも、今の若い子が聞いたら反社会的な歌にしか聞こえないんだって。普通にただの変なやつじゃんっていう。まあ、正解なんだけど、今の若い、俺らはビシバシ共感してたんだよ。そう、転がり。キャリーじゃない、シェリー。転がり続ける俺の生き様をだよ。ねえ。シェリー、いつになれば俺は這い上がれるのだろうだよ。わかんないんだって、シェリーが。
シェリーめっちゃいい曲だけどね。だもう歌い出しが配信者の歌だなんて。シェリー、俺は転がり続けてこんなとこにたどり着いただよね。配信者でしょ、もう歌い出しがそうなんて。俺は転がり続けてこんなところにたどり着いた、なんてかっこいい。だけどこんなことばっかり言ってたら寝れなくなるのよ、うん、いやいや全然違う曲じゃんそれ、うん、俺サザン大嫌いだったけど、あの北朝鮮をもじったあの英語の歌歌ってる時に、あの俺サザンすげえと思った。あの安倍政権とか批判した歌聞いた時に、あこの人すごい人だっていうのやっと気づいた。もう本当にサザン嫌いって言って申し訳ありませんでした、恥ずかしくなったもん。あれすごいね、あのなんだっけ安倍政権とか北朝鮮とかの歌、あれはよくテレビで歌ったね。あれはかっこよかったね。夢のために生きてきたって。いや、なんでシェリー聞かないの？シェリーとか尾崎が嫌いなのに、なんで俺の放送を見てるの？俺の中の尾崎が怒ってるよ。いや、もう。全滅中。あ、サザンも好きなんだ。マリルボーン。いろんな追っかけやってるんだ。おはよう。俺はあれだね、オーマイリトルガールが好きだね、うん、I love you もいいけどオーマイリトルガールが好きだちょっと語弊があるんだけど、あのね、ロリコンではないけど、ロリってるババアが本当に好きなの。だから、俺、さっきも今朝話してたんだけど、今朝っていうか夜中に話してたんだけど、あの、だからジュディマリの雪とか、なんだろう、なんつうの。わかるでしょ、言いたいこと。ロリ、本当のロリコンは、だから、足立由美が今来てるっていう話をよくしてるの、分かりやすい話だと。足立由美、分かるでしょ？足立由美今、すごい来てるんだよ。俺の中で。で、そう。そう。童顔のババアが好きなの、俺は。岡村康之。あー、尾崎と親友。覚醒剤で捕まってもカリスマで言い続け、あ、岡村康之よく言うよね。聞いたことないな。なんか、ポップアップさん、なんか、おすすめの一曲だけを、ツイッターとかでリプ飛ばしてほしい、リンクで。ワードこれ聞け、みたいな。そしたら絶対聞くから、なんかね、放送でコメント書いても、俺本気で喋ってるから、もう5分後の話とかわかんなくなるぐらいの情報量でやってんのよ。だから本当にワドこれ聞いてとかは YouTube のリンクを Twitter でリプで飛ばしてほしいんだよね。いや、フカキョンはね来ないんだよ俺の中で。あの来ない。
あのね、深田恭子のファン層って実は俺女の人だと思ってんだよね。小池栄子とか。あのね、深田恭子はね、グッと来ないんだよ、俺。性的な目で見れない。綺麗だな、可愛いなというのは 100% 同意するけど、深田恭子が横で裸で寝てても襲わないんだよね。これはね、なかなか伝わらないんだよね。え、深田恭子アーティストとして今語るの？深田恭子のイージーライダーいい曲なのにって。何？アーティスト深田恭子としてトークしないといけないの？俺そこの引き出しはないよ。全くないよ。なんかその性的にグッとくるのと、性的にグッとくるのと綺麗は別なんだよね。俺だからなんだろうな、これ難しいんだよな。いやー俺は来ない、フカキョンのあの体型は。知らない、曲知らん。来ないね。なんかね、小さい人が好きなの俺。背の低いね、背の低い人が好きなの。カキョンとのんちゃん似てるじゃんって。あー、ちょっとそのコメント広げるにはちょっとなんだろう、責任が、いろんな責任があるな。あ、そうそうそう、ミオそう。あのね、でも宮崎葵はちょっと背が高すぎるんだよ。どちらかというと葵優の方が好きだけど、でもいいよ。あ、でもね、長作は最近奇形だなって思い始めたんだよね。昔可愛いなと思ってたけど、最近なんかテレビ見ると、あれこいつ奇形だなっていう。うん、背が低すぎるんだよね。あ、でもそういうことよ、ミオさん。そういうこと、そういうこと。いや、あのね、背が低すぎるんだよね。そうそう、30代ぐらい、最近見るとなんか奇形なんだよね。あ、でもそういうことよ。でも伝わってる、ミオさんには。そういうこと。宮崎葵はそうでもないけど、でも言わんとしてることは合ってるよ。うん、要はね、少女が好きなわけじゃないの。少女性のあるババアが好きなの。わかる？キョンキョンはあんまグッと来ない。わかる？タレントの言う、わかんないな。わかる？あ、うん、松野明美わかるよ。のんちゃん童顔だろ。のりこは童顔だろ。いや、あれは童顔だと思うよ。じゃあ幼い顔してるかどうかで言ったらババアだよ。幼いか、いや、ババアだけど、童顔系の顔であることは間違いないでしょ。いや、これね、うん、松野明美はうるさいだけなんだけど、いや、じゃあ背が低いからいいってわけじゃないんだよ。これわかんねえかな。じゃあ分かった。俺がグッと来るかグッと来ないか全部言ってくから、タレント、女性タレントとか女優さんとか名前書いていけ。うん。俺がグッと来るかグッと来ないか全部言ってやるから。はい、どうぞ。タレントの名前書いてください。宮崎葵。まあ、グッと来る方かな。ゆき、グッと来る。菅野明美、グッと来る。いいよ、いいよ。いいよ。うん。
いや、小向かい美奈子グッと来ない。来ない。グッと来ない。キキキリングッと来る。原田千代グッと来ない。俺、キキキリンは抱かれたいもんね、正直ね。大島優子、微妙。アイコは正直グッと来る。あんまり言いたくなかったことだけど。あのね、じゃあね、もう、これは分かってる。いや、物線ではないんだけど、もう、正直な話言うと、俺、大島優子かアイコかって言ったら、アイコの方がグッと来るんだよ。ただ、それはアイコの顔とかじゃないんだよ。これがね、伝わらないんだよ。いや、そのアイコは、あ、いや、俺アイコちゃんもグッと来るよ。俺、全然。分かんない。いや、グッとくるポイントが分かってないんだよな。いや、これってすごい大事な話で。要は、俺がのりっこに求めてるものが理解できるんだよ。な、のりっこに、つうか、女性に求めてるものっつうか、俺がグッとくる女が何なのかっていうのを理解してほしいね。ワドリスには。おばあちゃん的な優しさじゃない、そんなものを求めてない。あいいとこつくない、生き物係。いや、だから、いや、だからグッと来ちゃうんだよね。うん、わかんない。いや、生き物係、あのね、だからね、あのヒステリックブルーのボーカルブスじゃん。正直結構きついブスじゃん。あの、でも俺ヒステリックブルーのボーカル好きなんだよ。これ分かんないだろうな、多分な。いや、ひどいブスじゃん。生き物係のボーカルもブスだけど、全然、全然グッとくるよ。いや、ブスが好きなんじゃないんだよ。いや、これ誤解されたく、いや、違うんだよ。まちゃまちゃグッ、あ、まあ、いいとこつくな。俺ね、めちゃめちゃグッとくんの。ただのブス戦みたいな感じで誘導すんでやめてくんない？いや、いや、正直めちゃ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 グッとくるよ、俺。なんなら付き合えるもん、全然。大好物だよ。アサコングなんで無理だよ。だから、ってなるでしょ？いや、わかっ、いや、めちゃめちゃ、いや、だから、そのやめた、やめた反応ない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 。全然ない。いやー、ちょっとね、これ難しいんだよ。あのね、でもね、俺はブス戦ではニンニは顔知らない。童顔だからクラスで3番目か4番目くらいに可愛い子、つまりブス。いやー、それ、いやいや、4番目3番目4番目くらいに可愛い子がブスだったら人類ほとんどブスだぜ。ハリセンボンは両方ない。で、じゃあ、じゃあ、ブスが好きなわけじゃないのよ。鬼が、そういうこと。だから、グッとくるんだよ。いや、だから、グッとくるんだよ。いや、マリルボーンは的確に俺のタイプ分かってる。そういうこと。いや、何人か、ミオちゃんとマリルボーンは完全につかんだよ。のことにミキ、グッとくるでしょ。いや、だから、分かってるやつは分かってるんだよ。で、ハリセンボンとかなんだかんだとか、鬼やっこは正直全然大好物だよ。デブ、いや、分かってないやつは分かってない。やっぱ女の人は勘がいいから分かるんだよ。大久保佳代子はないよ。100ないよ。だから、ブス戦ではねえっつってんの。いや、大人の色気とかでもないんだよな。違うんだよ。あのね、可愛らしさなんだよ。俺が求めてるもの。可愛いかじゃなくて可愛らしさなの。そこがわからないんだよね。顔よりも可愛らしさが重要なの。わかってないんだよな。鬼やっこありで大久保さんなしがわからないの？いや、鬼やっこは普通にやっこさん美人だよ。あのね、
いや俺やっこさんは全然ありだと思うけど、え、これわかるでしょ、鬼やっこと大久保佳代子は全然別だから。いや足立由美は上玉だよ、最上級だよ、高根の花屋なんで関西弁なんだろう、高根の花だよ、うん、鬼やっこあるよね、全然いけるよね、綺麗だよね、鬼やっこと海物語言ってるよ。西村智美は全然ありでしょ、全然、あ、でも、全然ありだけど、グッとくるかで言ったら来ないよ。だから、なんつうんだろう。すぐ別れるだろうね。正直。いや、足立由美めちゃめちゃ今綺麗だよ。びっくりするよ。いや、だから、ブス戦ではねえから、夏川りみはない。ない。だから分かってないんだよ、ポーラ化粧品。夏川りみはないの、俺の中で。ない、ない、ない。全然ない。延長代ありがとう。ないよ。ないよ、夏川りみは。いやー、これ伝わってる人には伝わってるけど、伝わってないのが分からないなー。でも鬼やっこって言ったマリルボーンセンスいいなと思ったよ。あ、分かってんなっていう。サモハンキンポーみたいな感じがよく分かんない。何言ってるか分かんない、もう全然よく分かんない。配信者の女性だったらありかなしかで言おうか。グッと来る、グッと来ない、言ってこうか。じゃあ、女性配信者で行こうよ、ふわっちの。知ってる人限定で。マミさん分からない、知らない。ことかは、性的にはグッと来ないけど、可愛いとは思う。だから、俺はいつも言うんだけど、ことかと付き合いたいとか一切ないの。ただ、妹とかだったら可愛いだろうな、みたいなのはあるよ。イタバばあは、イタバばあをある、ないでか、七色は絶対ない。もう超、むしろきつい。七色なんてないよ。俺、もうほんとネタにしてトラウマになるぐらいディスるよ。七色から告白されたら。あるわけないじゃん。イタバばあはね、性的な目で見ないかな。イタババアは。AF はありだよ。AF はありだよ。全然ありだよ。全然あり、全然あり。全然性的な目で見れるね。AF は。のんちゃんは配信者じゃないし、好きだから付き合ってるんでしょ。おかしいでしょ、それは。もう2年、3年付き合ってるよ。アグリンは、グッとは来ないけどやれる。キャサリンはない。キャサリンはない。アグリンは全然興奮しないけど、もう全然愛情のないセックスはできる。うん、いや、言っとくけど、爆走はないよ。本当に爆走はないから。ね、ないよ。ゆずか姫はありだね。うん。ありだね。ありだけど、グッと来るか来ないかで言ったら、ちょいありぐらいだね。うん。ゆうかにゃんはありだよ。ワンワンか。絶対嫌なんだけど、ちょっとグッと来ちゃうから困っちゃうよね。ニダネコはね、正直言うとありなんだよね。ブリタはない、俺の中で。ヒドンナはオス。女性配信者ではない。ももえりさんはグッとは来ないけど、ありだと思うね。ルーはない。うん、ルーはない、うん。ない。アリスは、ね、いや、なんならアリスはあるよ。うん、なんならアリスはあるけど、アリス汚いんだよね。
清潔感があったらね、松田はあり。いいとこついてきた。カオス、松田はありなんだよ。エビピラフはありかな。エビピラフあり。松田はありだよ。むしろ松田結構いいよ。いいとこついてくるね。松田はありだよ。ゆかちは俺最も嫌いな典型的な女。もう最も嫌いなタイプ。超嫌い。浅野先生はありだよ。ありどころか何回オナニーしたか、浅野先生で。だからニンニは顔知らない。リリーって人知らない。あー山田か。あーないな。リリー山田でしょ。ない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 っていうか、全然グッとこない。桃なのはさっき言ったじゃん。ロマンちゃんはありだね。むしろありだね。ライラはない。いやだから分かってよ、もうそろそろ。ロマンちゃんはすごいいいよ、彼女は。浅野光から年賀状届いた？え？え？浅野光とつながりあんの？カオスって。どういうルートだ？他になんかあるかな？まあまあその辺か。いや、解放なんかないよ。微塵もないよ。いや、だからね、これ、ここまで言ってもわかんねえかな。ああ。今すげえ納得できた。ああって、なるほどって。すげえな、本当にイケメン好き、本当に好きなんだね、イケメンがね。ああって、今、コークので納得できた。あ、なるほどっていう。サオン先生だけど俺のことすげえディスるからね。ダミアさん、ない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 、もうっていうか、なんならなんだけど俺の母親そっくりなの、顔が。だからラミアさん見るとちょっとトラウマなのよ。俺の母親があの系統の顔だから、ないない、似てるのすごい。まあそこまでユイガさん入ってないけど、ない。だ、近親相関みたいになるから、もう全然性欲湧かない。あれもう母親の系統が あの系統の顔だから、もう最も、もう、頭痛くなってきた。アグリンは、だから、なんつうの、全く愛情のないセックスはできる。エルピはありだよ。式ない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 、全然ない。もうない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 。俺愛子ちゃんあるから、全然あるから。なんならあるから。いや愛子ちゃん全然あるよ。俺吉高由里子にしか見えないよ。俺愛子ちゃんの配信トップがね、見るとハイボール飲みたくなるもん。朝比奈ちゃんは可愛いなとは思うけど、性的にはグッとこない。ココアちゃんわかんないな。春さんはありだよ。全然綺麗だよ春さん。全然いいよ。あ、いいとこついてきたね春さんね。ハルさん全然綺麗だよ。俺生で何回も会ってるけど、すごい綺麗だよ、ハルさん。全然ありっていうのも失礼なぐらい綺麗だよ、あの人。すごい気遣いできるし、すごい大人。全然綺麗だよ。全然抱けるどころか綺麗だよ、あの人。
年齢は結構いってるだろうね。いやでもあの綺麗さをキープできてるのすごいと思うよ。それこそだから朝比奈はそのなんだろう、朝比奈ちゃん全然、あ妹でこんなのいたら面白いな系だよ。マヤコって人知らない。ハルチはないよ。会ったことないから言えるんだよ。俺キャスバーで2回あるけど、もう勘弁してくれって感じだよ。あ、ゲルゲはあり。正直言ったら。あー、モンちゃんないんだよ。で、これでわかるはずなの。モンちゃん、スタイルいいし、可愛いわけじゃん。正直普通に可愛いし、スタイルめちゃめちゃいいのよ。でも、グッと来ない。性的に。わかってきた？わかってきた？ゲルゲは全然ありだよ。だから、ヒドンナはオス。だから、ロハコもオス。ひどんなをどうして女性として見れるんだよ。どういうことだよ。肩幅えぐいぞ。あたしちゃんはグッとくる。うん、正直いいよ。あたしちゃんは、うん、いいところ来たなって思った。あたしちゃんはグッとくるよ。ポンちゃんセックスアピールないないない。うん、そうない。ねっていうよりもね、綺麗な人は性的な対象じゃないの、俺の中で。綺麗系っていうか、面が整ってる感じ。ね、これ難しいんだよ。だから、さっきも言ったけど、じゃあ北川景子はないんだよ。北川景子が裸で寝ててもセックスしたいと思わないの。たまちゃんありだよ。ありあり。っていうか、たまちゃんくっそエロいかんね。男はダメっていうか性的な対象になったことがない。俺一個だけサプリくんいるでしょ。配信者の男の子。サプリくんは男だけどあんまりにも綺麗すぎてセックスできるって思った。頭痛いな。サプリくん、ラムネちゃんわかんないな。タマちゃんは生で会ったことあるけどめちゃめちゃエロいよ。なんかセックスするためだけに生まれてきたみたいな体してるからね。たまちゃんは、たまちゃんはあれはセックスするためだけに生まれてきたんだよ。あれすごい体してるよ。でもね、見た目よりも性格の要因が強いんだよ、俺。全然見た目重視じゃないから。優しい人が好きだね。温厚で優しくておっとりしてる性格の人が好きで、きつい性格はまず無理。いや、ダメ。束縛は嫌なの、俺は。束縛ダメ。焼きもちも嫌だ。すごい嫌だ。社会的地位は一切求めない。ド貧乏だろうが、なんら、職業も何にも関係ない。むしろ何をやってても別に、どうでもいいっていう感じだ。俺、極端な話、複数人付き合っててもいいぐらいの、女の人が。うん。土管で暮らしてても全然いいよ。
だからグッと来るか来ないかだけなんだよね。芸術活動はしてなくてもいいけど、クリエイティブじゃない人にあんまりピンとこないよ俺。あの別に芸術活動してなくていいんだけど、会話の中で知的な要素がなかったりとかするとなえるから、あのだからね、あんまりねセックスしたいかどうかに惹かれないんだよね。いや嫌い。だから分かってないんだよ、ポーラ化粧品外しまくってる。全然嫌い。嫌いっていうか別に嫌いではないよ。あのね、あとちょっと幸薄い感じが好きなの。あのちょっとね、ちょっと何かを背負ってる感じが好きなの。あ、黒柳徹子全然好きだよ。まあ年齢的にもうおばあちゃんすぎて無理だけど、セックスしたいとは思わないけど、若い頃の黒柳徹子とか普通に、三浦康子生で見たことあるけど全然ありだよ俺。だから大久保さんが出た時なんで三浦来ないんだろうと思った。森光子はだから世代がさ、若い頃知らないから、もう生まれた時からおばあちゃんだったから。森光子はずっとおばあちゃんだから、でんぐり返しするおばあちゃんだから。おはよう。東千鶴わかんないな。泉ピンクないよ。うん、いやー、ハーチューがわかんねえな。あ、じゃあわかる話とわからない話、全然なかったのにグッと来なかったのにグッと来るようになるパターンを教えてあげようか。これが分かったらもう完全に分かる。片桐入りないよ。いくよ。ベッキー全然グッと来ない。分かるでしょ。ベッキー全然グッと来ない。はいはい、分かる分かる。不倫後のベッキーめちゃめちゃグッと来る。これで答え出たらもう不倫後のベッキーすごいグッとくる。わかった？これでわかんなかったらもうわかんないよ。以上です。矢口真理は違う。ああ、もう全然わかってないわ、うん、不倫後のベッキーめちゃめちゃエロくない？これね、もう女の人が持ってる感覚だから、女の人はわかるんだよ。いや、和道が言ってることすごいわかるよって。ね、男は鈍感だから、わかんないんだよ、これ。意外と女の人は、いや、わかるよって言ってくれんの、これ。いや、だから、違いが分かんない。見た目で見てるから。要はね、俺が情報として見てるってことよ。女性を。いや、内面を見てるからなんだよ。いや、ないよ。AKB って言うだけでないよ。AKB 系で。キラキラしてるか、影がある人かっていう、そういう話でもないんだよ。要は、女性を情報として見てんの。情報に価値があるかどうかしか見てない、多分、俺は。見た目ももちろん情報の一部としてカウントしてるけど、情報量が濃いかどうかなんだよ。要は、中身がなくて綺麗なのとか、全然意味がわかんないの。そう、情報なの。だから子供生まれた足立由美がグッと来てるんだよ。だから年を取れば取るほどグッと来るの、俺の中で。いや、知らないよ、そんな。アイドルのケツなんか追っかけたことない。ようやくたどり着いたか。いいよ。
いや、すごいいいよ。遅いよ。里見だっけ。傷跡を舐めたいのかな。あー、ちょっとあるな。あー、なんか恥ずかしくなってきた、なんか急に。あー、そう、最近の広末の色気、そういうこと、そういうこと。あー、でもなんかちょっと恥ずかしいな。100万円札がなんか結構芯の部分ついてきて、なんか恥ずかしくなってきたから、もうこの話はやめよう。傷をね、舐めてあげたいんじゃなくてね、多分ね、その癒してあげたいっていうのはあるかもしれない。舐めてあげたいわけじゃないんだけど、舐めるっていう表現は嫌だけど、なんかね、ちょっとね、傷ついたものをこう修復したい願望はあるかもしれないね。ペロンちゃってやんね。すっげえ恥ずかしいんだけど、なんだろう、すげえ腹立ってきた。ガブってなんだろう。あ、ないないない。いやー、燃えないよ。そうそうそう。眠気がやべえ。っていうか、データの圧縮終わったかな。パン食べたいな。データ圧縮終わったかもしんない。インフルエンザになっちゃった。きついな。あ、明日か。あ、便所さんから連絡来たんだけど、あの捨て頃の締め切り明日までだって。延長代ありがとう。うん、オッケー。これオイルはいいんだけど、パイプとか俺使い方わかんない。あ、これか。なんかボングっていうのよくわかんないけど、これどうやってするんだ、オイルを。え、どうやってするんだ。吸い方がわかんねえな。使い方がわかんねえ。店で聞きな。あ、これ店なの？どこだ？場所がわかんねえな。店舗情報。お、おしゃれ。渋谷か。
当日券全然余裕で入れると思うよ。全然2人ぐらいしか来ないから。40席とか30席とかあるはずなの。席っていうか立ち見だけど、立ってみることになるんだけど、全然立ち見ありだよ。捨て頃は。そのままタバコ吸いに行けばいいし、疲れたら。全然立ち見、ね、5000円で立ってみるの辛いけど、むしろここで見れるからね。ありなのに、来ないんだよね。来ないんだよね。あ、終わったかな。T シャツグッズ販売してますか？多分作るんじゃないかな。多分作ると思うよ。サイズ。やっと終わったわ。ドロップボックス。ドロップボックス。ドロップボックス。あれ？ドロップボックスってどうやってやるんだっけ？ドロップボックス。あれ？ドロップボックスどうやってやんだ？ドロップボックス全然使い方わかんないよな。うん、よいしょ、ほい、移動。え？どうすればいいんだろう。あー、めんどくせえな。ファイルサイズこれな、どれくらいだ。プロパティ、え、全然ファイル圧縮されてなくね。88ギガ、78ギガ、全然圧縮されてねえじゃねえかよ。なんだこれ。どうしようかな。 T シャツっていうかグッズ、ステッカー4枚で、なんか T シャツじゃなくてタオルとかにしようかなとか思ってんだよね今回。 T シャツは前回の再販しようかな。わかんない、 T シャツ作るかもしんないし、リスナーさんの名前入り T シャツ。
でもいい企画だったよね、前回のリスナーさんの名前入り T シャツは。あれ？ステラバイト？あれできてないの？なんだこれ。え？どうやってやんだ？ん？ん？どうやってやんだ？なんでできないんだ？意味がわかんない。ファイルをアップロード。うん？うん？うん？バグった。あ、バグったなんだ。うん？うん？ファイルをアップロード。写真。開くぞ。え、フォルダをアップロードか。フォルダをアップロード。時間の無駄？何が？あれ？なんだろう？なんでできないんだ？え、どういうこと？全然意味わかんねえ、マジで。は？どういうこと？自分のファイル？アップロード、フォルダをアップロード。なんでできないんだ？アップロード、そうそう、サイトを信頼できる。え、なんだろう、これ。来た。
反応した。じゃあ皆さんありがとうございました。お疲れ様です。今日多分このまま寝ます。ありがとうございました。面白かった人フォローしてください。お疲れ様です。どうもどうも。